東京六大学の名門法政大学。今年はエースの三浦銀次投手が横浜 DeNA から4位指名を受け、そして4番のスラッガーだった岡田悠希選手が読売ジャイアンツから5位指名を受け、さらに大型左腕の山下光投手がヤクルトから1位指名を受けました。卒部生はこの3人を合わせて計10名が硬式野球継続となっています。そんな法政大学ですが、2022年度の特別推薦入学者が発表されました。今回も楽しみな逸材が多くいますので紹介していきたいと思います。まずは投手から紹介していきます。宇山翼投手は2年秋の都大会で準優勝に貢献した左の技巧派。130キロ前半の速球に縦に鋭く落ちる変化球を武器に三振を多く取れるピッチャーです。長野司投手は2年夏に交流試合、3年夏も甲子園でマウンドを経験します。130キロ中盤の速球、キレのあるスライダーで投球を組み立てます。野崎範博投手は2年夏の交流戦、そして3年春夏の甲子園を経験した左腕です。140キロ前後の速球、切れ味の鋭いスライダー、チェンジアップを駆使して打者を翻弄する東海地区を代表する左腕でした。藤森幸之助投手は中学時代にアンダー15日本代表入りを果たしていた速球派右腕で、好調時は140キロ中盤の速球で押す好投手です。キャッチャーでは川上陸人選手が全国トップクラスの実力者ではないでしょうか。確実性の高いスローイングで走者を刺し、完成度の高い打撃から長打を次々と量産しました。また菅野達希選手は高校通算本塁打は10本ほどですが、飛距離、肩の強さ、身体能力の高さは全国でもトップクラスです。その才能が大きく開花することに期待したいと思います。また内野手を見ても全国レベルの選手が多くいます。石黒和也選手は1年夏から甲子園を経験し、高校通算30本塁打を超える長打力が持ち味の右の遊撃手。浜岡陸選手は1年秋からレギュラーとなり、フットワークの軽い守備と高打を持ち味とするショートストップです。山下洋介選手は大学進学する高校生の右打者ではピカイチの打撃技術、選球眼の高さを持ち合わせた大型三塁手です。キャプテンシーも高く評価されており、早くからの試合出場機会を期待したいと思います。
それでは続いて外野手を見ていきます。池田イオン選手は名門静岡高校の4番に座った強打者で、ポテンシャルも高く期待のスラッガーです。また内山晴人選手も名門である天理高校で鍛えられた完成度の高い打撃フォームから広角に鋭い打球を飛ばします。そして宮原樹選手もしなやかなスイングで安打を量産する大型外野手です。今紹介した選手以外にもコントロールの良さが売りの技巧派右腕船木佑投手や、高校通算29本塁打の長打力を武器とする品川選手、神奈川県を代表する大型遊撃手として注目された松下選手も法政大学に進みます。投手はテクニック型、打者はスラッガー好打者揃いで、襟抜きのエリートが揃った法政大学、1年目からどんな活躍を見せるかとても楽しみです。高校野球 .com では中学高校球児の皆さんにとって日々の活力になる動画を毎日配信させていただいております。今は情報が簡単に手に入る時代ですが、球児の皆さんにとって一番大事なことは継続してやり続けることだと考えています。ライバルチームの情報やドラフト候補選手の思考法、また甲子園を沸かせた先輩たちの金言を聞くことによって日頃のモチベーションにしてもらえたらと考えております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。